が残る俺は何を思う。国の衰退一体どうなる。摩天楼破壊でも無関心な人々、 GDP の加工は過度さ。フェイク野郎に従順なんてごめんさ。難しい経済情勢は俺には分からんが、官が民の支配の口座やめて。よいドンゲームチェンジ。日本回帰大和の息吹、熱き魂浄化のために行動あるのみ。ターゲットはご都合主義のお偉いさんにドロップ。国民の代表掲げてる使命感、まだ平和ボケしたやつに用はねえよ。日本の夜明けせよ、レストレーション、イノベーションを起こす熱く才能。これが令和レストレーション。結局は裏金権力集団圧力、少数派の意見はこっぱみじんに砕かれる。助け船を出しても自分でやりなよやりなよ。手のひら返しの繰り返し、選挙に勝って選挙勝って、裏ではほらほらやりたい放題。資金不足で弱者がまたまた老人狩りじゃん。100年後には海中沈没確定。